舞台作品が長期間にわたって連続上演されることを言う。ネズミトリが上演されているロンドンウェストエンドのセントマーティンズ劇場。1952年の初演以来2万2千回を超える連続上演を果たし、現在もロングラン記録を更新している。日本において劇場は劇団との公演契約を交わす場合に集客規模や予算を勘案した上で数週間、1ヶ月、 長くても2ヶ月程度という期間で上演を区切っている。劇団の側も公演する演目を増やしたり、削ったりしながら、長いタームで見た場合は、複数あるレパートリーを順番に繰り返し上演することで、固定客をつかみ運営の安定化を図っている。このような限定公演方式は外国においても、むね変わらないが、ブロードウェイとウエストエンドは、例外で、この両都市では、 ほとんどの舞台公演が原則的にロングラン公演方式をとっている。商業舞台演劇の長い伝統があるニューヨークやロンドンでは演劇やミュージカルが都市の基幹産業の一つとなっている。そのため個々の作品には才能ある人材と莫大な費用が注ぎ込まれ、年単位の長い時間をかけて一つの新作が構築されていく。 またひとたびヒット作を世に送り出すことができれば、その作品からは長期にわたって安定した収益が見込まれることから、投資の対象としても演劇やミュージカルは魅力的なものとなっている。しかし小ビジネスはその性質上、関係者の誰にとっても掛け事の要素を含むものであることは否めない。したがって、そこに介在する様々なリスクを極力軽減するために、 制作スタッフや投資家から俳優や小道具係に至るまで誰もができる限りの努力を払ってより良い作品を作り上げようとする。この循環が高級的なロングラン公演を可能にしているのである。英語が国際用語であるのでネイティブでない外国人にも理解できることもロングランを可能としている。なお、日本では一連の劇団式による輸入ミュージカルや森光子の 放浪期などに見られるような長期間にわたる断続的な公演をロングランということもあるが、ロングランの本来の定義はあくまでも長期間にわたる連続上演である。ブロードウェイにおけるオペラ座の怪人を例にとると、この作品は1988年1月26日の初演以来、毎週月曜の定休日と伝統的な休養日である感謝祭の翌日、 およびクリスマスの日のほかは、休むことなく、日、水、木、金、土曜の晩と、水、土日用の昼の週8回の公演を20年間に渡って続けている。ブロードウェイにおける現在のロングラン記録は、1988年1月26日から、現在も公演継続中のオペラ座の怪人で、2014年3月2日時点で1万855回と、 なっている。オペラ座の怪人は、ブロードウェイにおいて、唯一の1万回ロングラン公演を達成している。ありがとうございます。